災害で出動、働く車たち。私たちが住む日本は大雨や地震など大きな災害が起こることがあるよね。国土交通省にはどんな災害が起こっても大丈夫なように様々な役割の車や機械があるんだ。ここでは災害が起きた時に活躍する車や機械を紹介するよ。例えば雨がたくさん降って川の水があふれて住宅に水が押し寄せたり、地震で山が崩れたり橋が落ちたり、そんな時国土交通省ではいろいろな車や機械を出動させて被害の情報を集めるんだ。最初に出動するのは防災ヘリコプター。すぐに現地に駆けつけ災害の状況を確認することができるよ。そして空から写真や映像を撮影したり、ビデオカメラの映像を地上に送ることだってできちゃうんだ。次にやってきたのはカーサットと衛星通信車。カーサットは道路を走りながら災害の様子を送るんだ。衛星通信を使って車の前後についているカメラの映像をリアルタイムで送ることができるよ。カーサットとドローンを接続し、ドローンで撮影した映像を送ることもできるよ。衛星通信車は災害が起きている現場に行って、山に囲まれた電波の届かない場所や災害で電波が途絶えた時にも現地の映像や情報を送ることができるんだ。こうした車たちがいるから遠いところにいながら災害現場の状況を確認することができるんだね。他にも被害が大きくならないように災害現場で活躍する車や機械はまだまだあるんだ。大雨で洪水が発生した時には排水ポンプ車。排水ポンプ車は川から溢れてしまった水を汲み上げて町を洪水から守ってくれるよ。車には水を汲み上げるポンプや電気を作る発電機、水を送るホースを積んであって、なんとその力は学校にある25メートルプールの水をたった5分でなくすことができるんだ。暗いところで作業するときは照明車が出動。照明車は暗いところでも安全に作業ができるように明るく照らす車なんだ。ライトの高さは地面から10から20メートル、ビルの6階の高さまで上げることができるよ。ライトは300メートル離れたところでも本が読めるほど明るいんだ。そして大きな災害が発生したときは対策本部車。災害現場の近くに行っていろいろな情報を集めたり会議をすることができるんだ。道路を走るときは普通のトラックの大きさだけど、現場で車体を広げれば畳10枚分もの広さになるよ。山が崩れそうな場所での作業は危ないよね。そんな時は人が乗らなくても操縦できる遠隔操縦対応型バックホー。遠く離れた安全な場所からラジコン操縦できるんだ。150メートル離れていても操縦できるよ。災害が発生した時に活躍する車の他にこんなものもあるよ。例えば応急組み立て橋。水害や地震で橋が壊れた時、橋が治るまでの間人や車が川を渡れるように使うんだ。50メートルの長さまでかけることができるよ。災害の時に活躍する特殊な車や機械があることをみんな分かってくれたかな。地震や水害などの自然災害が起こった時、命や生活を守るためみんなで助け合い力を合わせて頑張っていくよ。みんな、これからも応援してね。